はい、こんにちは、ザツです。今日はですね、こちらフェリー屋久島2の特等室で屋久島まで向かってます。総トン数がですね、3392トン、全長が 122.4m の船になります。離島便としては大きいですね。朝の8時30分に鹿児島港を出港して、昼過ぎに宮の浦港に着くという船になります。最大船速は22ノットと、そこそこ速い船になります。で、中もですね、やっぱり1992年製、1993年就航ということで、若干古いんですけども、まあその頃にできた船ということで、非常に豪華な作りになってます。とっても面白いですので、もしよろしければ最後までご視聴いただければめっちゃ嬉しいです。それではザッツ日本2周始まります。1日目、大阪南港を出た私は、北九州新門司港へ到着し、臼杵港、八幡浜港を順々にクリアし、東予港から大阪南港へまた戻ってきました。せこいと思われながらワープで、鹿児島まで来た私は、マリックスラインで沖縄は那覇港を目指します。沖縄では離島便、久米島運輸フェリーで、那覇から久米島を往復し、さらにそこから鹿児島まで向かいました。そして今回5日目、鹿児島港から屋久島まで往復するフェリー、屋久島2へ乗船しました。今回はそこからさらに北九州市まで移動していきます。さて、そこからまたどこへ行くのでしょうか。はい、天文館に到着しました。今日のホテルはここから歩いて5分ほどのとこ。ああ、大変だ。それでは向かいまーす。はい、今日のホテル到着しました。センチリオンホテル、鹿児島天文館というホテルになります。わ、すごい。コーヒーがある。煎茶コーヒー。はい、お部屋の方到着しました。お部屋になります。すごい広いベッドですね。こちら行ってみましょうか。はい、来ました。しようかな、これ。こちら大変美味しかったんですけど、鶏ガラの塩、お味はかなりさっぱりめでした。ごちそうさまでした。はい、お部屋の方戻ってまいりました。ちょっとゆっくりしてもう寝ようと思います。はい、今7時15分ですね。屋久島2が8時半なんで、そろそろ港に向かいたいと思います。それでは向かいます。楽しみですね、今日は。なんとも鹿児島らしい風景ですね。行きます。お、船が見えてきましたね。港でーす。天文館が歩いて15分もかかってないですね。地図で15分だったんで、まあそれぐらいかなという感じです。ここからいろいろなとこに行くフェリーが出てますね。どれだろう、屋久島2は。桜島の御嶽が正面ですね。すごく雄大でーす。御嶽をバックにフェリーが並んでいると、これは壮大ですね。はい、港に到着しました。発見しに行きまーす。こちらでいいんかな。あれが屋久島2かなぽいですね。ちょっと行ってみます。あ、懐かしい、トッピーだ。トッピー2ですね。屋久島行き書いてありました。向かいます。大きいなぁ、やっぱ屋久島に行くだけあって大きいですね。入ります。いいですか。すいません。行きを特 A 室で、帰りは2等にお願いしたいんですけど、往復で。あ、わかりました。はい。はい。
タラップで上がります。こんにちは。はい、すいません、特 A のお部屋って空いてます？特 A。 はい、はい、すいません。あ、はい、1枚から。ありがとうございます。すいません。お、すごい、すいません。あ、はい、わかりました。はい、ありがとうございます。すいません。はい、お部屋の方到着しました。すごいですね。こちら貸切利用料が7000円ですよ。広いです。8時30分に出港しまして、12時30分に屋久島は宮の浦港に到着します。約4時間ほどの船旅になります。それではお部屋の方紹介していきます。まずですね、これ必要かどうかわからないんですけども、ベッドが2台あります。シングルベッドが2台ですね。これはいいですね。あの、日中航行便なんですよ、こちら。朝鹿児島を出て屋久島に昼着いて、折り返して昼屋久島を出るという船になるんですけども、昔は航行が違ったのかな、夜中走ってたのかも分かりませんね。しかし日中便なんで全面展望はしっかり見れます。こちらですね、1993年の船ということもあって若干古いんですけども、設備はしっかりしてますね。頭のとこのコントロールパネルです。お部屋の電気ですね。読書灯をつけるとこんな感じ。夜間航行中はカーテンを開けないでくださいということは、夜間航行してた時期があるんですね。私、鹿児島からの航路は前ハイビスカスという船に乗ったことあるんですけども、あれはあれでちょっと面白かったです。それでですね、注目すべき点はこちら、サービスで入っていきなりたらいが置いてありましたアルミのたらいですね。そしてテレビがついてます。 GPS の位置表示とか見れるのかな。ちょっとテレビも、おお、地上波。ちょっと後で確認しましょうか。で、ティッシュペーパーがついていて、救命胴衣もこちらについてますね。救命胴衣は4個ついてます。4人ぐらいまでこちら利用できるんでしょうか。電話がついてまして、こちらでカウンターと電話できると。こちらクローゼットがあります。レモン掛けが1個、2個、3個、4個ついてます。そして空調の方がこちらですね。ちょっとレトロなタイプ、クイーンコーラルプラスと似てるかな。こちらはユニットバス、お風呂になります。トイレがついてますよ。お風呂があるんです、この部屋。お風呂がですね、多分この部屋しかついてないですね。なかなかいい設備ですよ。日中便なのにお風呂がついてると、そんな感じです。それではですね、あと30分もしたら出港なので、ちょっといろいろお外回ってこようと思います。それでは、はい、それでは出港20分前になりましたので、お外に向かいたいと思います。それでは向かいます。朝焼けが綺麗ですね。クイーンコーラルクロスがいてますよ。デッキがですね、広いんです。ちょっと桜島が、本岳が雄大すぎますね。ちょっと後部甲板の方行ってみましょう。あ、後部甲板も綺麗だわ。今日のお相手は屋久島2。すごい迫力がすごいですね。マリックスラインの船も見えます。パンネルが見えますね。お外に出て眺めるタイプの船って感じですね。デッキはすごいし、中も綺麗なんですよ。いろいろと綺麗になってました。何かご飯が食べれそうだったんで、ご飯食べてみましょうかね。双眼鏡がある。ちょっと中入ってみます。
ニコンの双眼鏡があります。100円で何分か、コーヒーラウンジなんですね。1杯100円だそうです。安い、いいな。ここでゆっくりするのもいいですね。ドリンクは100円ずつ、あ、10円ずつぐらい高い感じかな。ゲームコーナーがあります。意外と種類豊富ですね。スロットコーナーはどこでもあります。こちら後で使ってみましょうか。9時から9時30分、11時15分から11時45分。ちょっと営業時間短いですけど、うどんコーナーあります。シアタールームみたいですね。すごいな、こんなんある船あるんだ。へえ、太平洋フェリーみたい。出港の放送ですかね。上に上がって出港を見届けます。フェリー役始末。ちょっとヒカキンさん風に言ってみました。似てないこの船前方が見えるのがすごいですね。最近の船にしては珍しいと思います。船橋操舵室はもう1フロア上ですね。うん、なるほど。もうちょっと時間あります。出港準備してます。手材緩めてますね。こちらの船が3392トンということで、まあそんなにちっちゃくもないんですね。実は無線が入りました。はい、手材落とされました。出港になります。バウスラスターが回ってますね。海の水きれいだな。もう九州に来るとそんな感じですね。よどんでるように見えて、岸壁を見ると透明度がすごいんですよ。ちょっと面白いですね。白煙が上がってんの初めて見ました。湾の中でぐるっと一周回して出港するような感じになります。鹿児島って本当に桜島御岳があって雄大ですよね。この風景はここでしか見ることができない。まさにそれです。あれはジェットホイールが走ってますね。ジェットホイールって面白いですよね。こちらに向かってくるボーイング929になります。一部川崎重工製なんですよね確か。すごいな、近くで見ると余計に面白いな。本当空飛んでるみたい。あそこをかすめていくのか。
とか飛行機です。めちゃくちゃ眺め綺麗なんですけど、ちょっと左舷の方回ってみますね。出港と雪原が一番面白いです。私好きですよ。機関室が開いてる、大丈夫？うわあ、結構グリグリ回るな。3300トンクラスが、これは面白いな。あちらの船が種子島に行く船ですよね。プリンセス若さかな、そんな名前ですね。面白そう。さて次は何に乗ろうかな。楽しみにしといてください。前進し始めましたね。あちらが霧島連山、桜島フェリーがいっぱい航行してるのが見えますね。中も見ていきましょうか。クイーンコーラルクロス城がいます。あ、ここは高いわ。パネルの後ろは暖かい。クイーンコーラルクロス城、写真撮っとこうか。後部甲板も広くていいですね、この船。みんな海が好き。岸壁に人がいっぱいいます。プリンセス若さも出港したみたいですね。今離岸してきますよ。お、後ろにいるんだ。途中まで航路同じなんで面白そうですね。最大船速で言えばどっちの方が速いんだろう。あちらにも丸エフェリーの船いますけど、あちらが離島フェリー機かな。すごい綺麗ですね。あー、これはいいわ。面舵を取っているので左に傾いてます。このファンネルがなんかレトロ感あっていいですよね。こちらの船、屋久島の交通手段になっているんですけども、残念なことに集客がちょっと今あんまり良くなくてですね、運休、不定期運休になってるみたいです。もしですね、旅行に行かれるときはこちらの船利用してみてください。めちゃくちゃ面白いですよ。あちらも4000トンクラスぐらいでしょうか。さあ船内の方入ってきます。下の階もいいな。はい、お部屋の方戻ってきました。お部屋の方の眺めも素晴らしいと思いますんで見ていきましょう。ちょっと見えないですね。はい、それではちょっとゆっくりします。幻想的だな。椅子に座ってはこんな眺めです。ちょっとベッドを使うのもあれですから、ぼちぼちお昼寝とかしながらゆっくり航行します。うどんコーナー始まったみたいなんで向かおうと思います。それでは。
島のお酒も売ってますね。御嶽は有名ですね。様です。晩酌とはちょっと行きませんので、まだ朝なんでですね、ちょっと今日はコーヒージョージア買ってきましたんで、こちらと、ちょっと甘いの買ってきましたんで、こちらいただこうかと思います。さっきですね、朝ごはんでうどん食べたんですけども、こちら本当は朝ごはん代わりに買ってきて、もし中に何もなかったら嫌だなということで買ってきたものです。いただきます。朝から飲んでもいいんですけどね、ちょっと今日長丁場なんで、まあ行って帰ってくるだけなんですけど今日はですね、屋久島を往復するわけなんですけども、意外と屋久島って近いようで遠いような場所になります。前はですね、ハイビスカスという船で行ったんですけど、まあ貨物船ですね、あれはあれで楽しいんですけど、まあこれはこれで本当優雅に豪華にという感じですね。さすがバブル周期ぐらいにできた船という感じがします。下手すると今の新造船のまあ炭鉱炉より全然豪華なんで、中がなんで、屋久島に行かれる方は時間がもしあればですね、おすすめですね。前ハイビスカスに乗った時は本当時間との勝負だったんで、まあ夜出て朝に着くハイビスカスを選んだんですけども、時間ある人、もしお昼ぐらいに着いてそれからゆっくりできるよって人はこちらの方おすすめします。あとはですね、飛行機という航路もあるんですけど、飛行機がですねなかなか不定期で、もし霧とか雨とかなった場合は管制塔がないらしいんですよ。まあ着陸できない可能性がありますよということになりますんで、まあどちらかというと船の方がおすすめですかね。まあ離島の方もですね、注意しなければいけませんので、皆さんで協力して頑張って感染症を抑えていくように頑張りましょうということですね。もうちょっとゆっくりして、またお外の方を見て、佐多岬の方を越えるぐらいにもう一回外行こうかなと思ってます。で、右手にですねトカラ列島が見えてくるはずなんで、そちらもちょっと見たいと思ってますんで、じゃあもうちょっとゆっくりします。それでは、はい、今9時30分ちょっと過ぎですね。8時半出港なので約1時間経ちました。ちょっとお外行ってみましょうか。で、船内散策もしていきます。ちょっと広い部屋、一人で持て余してる感じですね。それでは行きます。若干ですね、微振動があるんですよ。やっぱこの時期の船しょうがないですね。サウナがあるんですね、浴室と。入れんのか。シャワーが利用可能ということですね。お風呂は入ってません。サウナは使えますね。これいいな。あったかい。体温めるのにはめちゃくちゃいいですね。当時の炭鉱炉の船としてはすごい豪華な作りですね。やっぱりさすがバブリー。子供部屋になります。
あ、これうちの子供とか喜びそうだな。絵が上手。塗り絵してますね。グーグーガムとかあるわ。なんかウミガメは1階にあるんですね。ちょっと外先行ってみます。ずっと右舷がですね、チリンガ島、奥に見えてるのは開聞岳ですね。あと指宿の市街地になります。そしてニューフリンセス若狭号でしたっけ、が後ろから追っかけてきます。これ面白いな、近くにフェリーがいるってのも。開聞岳の形はすごく綺麗ですよね。そして桜島の御岳、もうあんな遠くなっちゃいましたね。1時間ここです。海が綺麗で、ぐるっと回って左舷、まだ佐多岬は見えてないですね。もうちょいですね。むちゃくちゃ晴れっていうわけではないんですけど、ところどころ日が差してむちゃくちゃ幻想的ですね。これはこれで綺麗です。夜高校でこちらのランプがついたら綺麗なんだろうな。おー、なんかすごい綺麗だわ。はい、それではお部屋の方戻ろうと思います。まだですね、湾の中なんでそんなにというか全くと言っていいほど揺れてないですね。これが外洋に出た時にどうなるか、佐多岬越えてからまたレポートしていきます。こちらですね、特等室の横にウミガメルームがあります。お部屋の中に行くとウミガメちゃんが、かわいいな。ウミガメといえどちっちゃいですね。ぷかぷか浮いてますよ。すごい、ご飯今食べてんだな。ちっちゃくてもウミガメですね。この子大丈夫かな、ちょっと心配。あの子は元気。屋久島にウミガメくんが来るのかな。赤ウミガメ、青ウミガメ。あー、なるほどね。屋久島で産卵するんですね。あ、すごいわ。へえ。海を漂うゴミ。ウミガメくんがいます。ウミガメってちっちゃくてもウミガメなんですね。それそうか。スペシャルルームって書いてありますね。はい、お部屋戻ってまいりました。それではもうちょっとゆっくりして佐多岬を越えるあたりに外出ようかなと思います。それでは、はい、お外出てまいりました。前方右舷の方にあるのが竹島、その左側が三島村みたいです。ちょっと波がですね出てきましたね。ゆっさゆっさと揺れてます。で、左舷前方ですね、佐多岬が見えてきましたよ。ずっとあれはプリンセス若狭城は左側、プリンセス若狭だからな、名前が久々に合ってますね。プリンセスですから。左舷後方に位置してます。右舷後方、開聞岳ですね。開聞岳の形めっちゃ綺麗なんですよね。ほんと富士山みたいです。溶岩のドロドロ具合がちょうどいい感じにならないとああいう形にはならないという話でしたね。わあ、波が綺麗だな。海がめっちゃ綺麗です。なんかいるかな。ここから先はちょっと波の出る区域になるんで様子を見ます。酔いやすい人はよく注意してください。佐多岬からですね、屋久島の間は結構ですね、どんな船に乗っても揺れてますから、おそらくそんなもんだと思います。わあ、すごいな、眺めが綺麗ですよ。めちゃくちゃ晴れてるわけではないですけど、ちょうどいい感じです。冬の海といった感じ。あそこに怒りが置いてあるわ、でかいな。怒りが置いてありますよ、いいですね。ちょっと海を見つつゆっくりします。
右舷三島を越えたら左舷正面に屋久島と、さらにその奥に右舷の奥に口の選ぶ島が見えてくるはずです。楽しみですね。そんな具合です。もうちょっとお部屋でゆっくりします。あと2時間少々で着きますね。今日は波は穏やかということでした。だいたい1メーターか2メーターぐらい、2メーターあるんだろうなきっとという感じです。風はそんな強くないですね。こういう航海もいいですね。3000ちょっとなんで、トン数が3300トンクラスだから結構ゆったりしてますね。それではフェリー屋久島ツー2回目。はい、今ですね11時27分ぐらいになりました。航行してだいたい3時間ぐらいですね。航行から3時間経ちます。それでですね、あと1時間なんですけど、お外に出てみようと思います。いろいろ見えてきましたよ。はい、それでは向かいます。はい、正面ですね、屋久島が見えてきましたよ。ちょっと曇ってるな、雨降ってるんじゃないかな、どうでしょうか。楽しみですね。揺れは全然ありません。そして左舷、種子島がずっと見えてます。宇宙センターがあるとこですね。船もいますよ。ぐるっと回ります。波がですね綺麗だし、海も綺麗ですよ。やっぱり鹿児島、まああんな遠くになっちゃいましたね。波もコバルトブルーで綺麗です。あ、口の選ぶ島だ。あれモクモクしてるかな。あ、違うか、あれはモクモクしてる島がありますね。あれが三島の方になるのか。あちらが口の選ぶ島ですね。屋久島の右舷になります。ちょっと曇ってますかね。ここら辺は晴れてますけどね。気温はですねちょっと上がってきました。コート着てたら全然寒くない感じです。沖縄ほどじゃないですね。2日ぐらいまで沖縄にいたんで。すごいモクモクしてるんだ本当に。あれは気になるな。屋久島はですね雨が多いんですよ。ずっと雨だと聞きます。いいですね、また行きたいな。屋久杉ランドとか行ってないんですよね。なのでまた行きたいと思います。うちの家族もですね行きたい行きたいって言ってたんで、また行けることを楽しみしてます。それではお部屋に戻ります。フェリー屋久島ツー。種子島宇宙センターって結構南の方にあるんですよね。確かですね宇宙に打ち上げるときにはできるだけ赤道に近い方がいいと聞きます。それはケネディ宇宙センターも同じなんですけど、できるだけ赤道に近い位置にあるはずです。打ち上げるときですね一番、まあ、エネルギーを使わなくて済むそうなんですよ。だからロシアの方も一番南側にあるはずなんですよね。ただやっぱりアメリカのケネディ宇宙センターに比べるとちょっとロシアは不利なんじゃないかなと思いますけど、日本もですねまだだいぶ北の方なんで、なかなかそんな感じですね。それではゆっくりしてます。はい、それでは雪原20分前になりました。ちょっと用意してるみたいなんで、お外に向かおうと思います。それでは向かいます。お、もう屋久島目の前ですね。久々に来ました。もう1年半ぐらい経つのかな。もうちょっとゆっくりしてます。左舷種子島が見えてますよ。右舷口の選ぶ島が見えてんだろうな。ちょっと行ってみましょうか。右舷あちらが口の選ぶ島ですね。で屋久島、屋久島久しぶりだわ。前はですねハイビスカスで朝着いたんですよね。あれはあれですごい光景でした。
めちゃくちゃ綺麗でしたね。今日一日高校なぎでしたね。すごくいい航海でした。しばらくですね、海荒れてたような感じだったんですけど、今すごく穏やかですね。またですね、冬なんでいつ荒れてくるかちょっとドキドキしながら日本一周してますけど、次はどこへ行くんでしょうか。ちょっと日が出てないので若干寒いですね。やっぱりすごいな、屋久島は。ほんと太古からずっと同じ形が守られてきたんでしょうね。すごく大きな木がいっぱいあります。1000年以上の杉のことを屋久杉と言いますよね。その屋久杉が大量に植わってます。江戸時代の頃に大量に切られたみたいなんですけども、それでもまだ今現存してますね。一番大きな縄文杉が有名になると思います。縄文杉は残念ながらまだ見たことないんですけども、屋久杉は大量に植えましたよ。宮の浦港に到着です。風が結構強いな今日の割には、凪ですね。よかった。ちょっとこっからですね、種子島の方に行ったりしようかなとは思ってたんですけど、ちょっと日程が合わなくてですね、もう日程で申し訳ないんですけど、日程がどうしても合わなくて、ちょっとこちらと鹿児島を往復する形になってしまいました。またですね、種子島の方も行ってみたいと思います。行くべきところが残ってるというのは楽しみです。あ、フィンスタビライザー閉じるんですね。汽笛一発。汽笛二発。そういえばハイビスカスも汽笛2発入れて入ってたな。宮の浦港のルールなんでしょうか。すごいな、屋久島雄大だわ。確かに朝一しか晴れてないっていう話してましたね。当たってるんだ。接舷しますので下船します。一回下船してまた乗ります。ありがとうございます。また。意外と人が多いんだよな。宮の浦港さらばですね。
楽しかったです。どこがやって話ですけど、またですね、これから屋久島から帰りで鹿児島港まで向かいます。約4時間の船旅ですね。着いた頃にはもう5時半になってると思います。鹿児島に着いたら鹿児島中央駅まで急いで行ってですね、それから新幹線に乗って今度は北九州へ向かいます。その後どこへ向かうのでしょうか。もしよろしければ掲示板の方にコメントいただければと思います。それでは、はい、ゲート上げてますね。あと鉄道を切られたら出港になります。すごいいいですね、こういう光景。はい、手座落とされましたね。出港になります。テープカットを初めて見ましたね、私。すごいな、テープカット引っ張る。海に落っこっちゃうよ、そのまま行くと。そんなことないか。テープカットってなんかへそのみたいな感じですね。バイバイって感じだ。船長さんが見守ってましたね。どっか就職すんのか進学すんのか感じでしょうか。あちらにも船見えてるけど、何の船だろう。屋久島また来たいですね。雄大な自然です。この眺めもいいですね、広い。それではお部屋戻ってゆっくりしてみましょうか。一番下の部屋ですが、それでは。おお、いいですね。外洋に出ます。外洋に出るとちょっと揺れ出すんで、ゆっくりしてます。もう眺めがかっこいいな、ここ。それでは、はい、今3時ですね。航行してから1時間半ぐらい、出航してから1時間半ぐらい経ってます。ゆっくりしてました。もうですね、鹿児島の湾の方に入っていくとこですかね。最近のフェリーってなかなか前方が見えないんで、こういうフェリーいいですね。すごい、すごいよ、めっちゃ夕焼け。日本語おかしい、めっちゃ夕焼け。もうですね、左舷に鹿児島市街地が見えてます。あと30分で入港予定だということで、非常に良い旅でした。まあ、屋久島まで往復したんですけど、ずっと乗りっぱなしでなかなか楽しかったですよ。旅行の計画あるのでしたら、こちらの船利用したら良いと思います。面白い船ですよ。うわ、すごい。あれは霧島、方向的に御嶽の右手に見えての霧島ですね。すごい幻想的。霧島連山が見えてます。こんな見えるんだ。雪原は右舷側だったと思います。あ、これかっこいいですね。
仙台行きです。はい、それでは接続しましたので下船いたします。本日はありがとうございました。